なんとね、最近キッドラロイさんの大会があったと思うんだけど、これで、ちょ俺もう78なんやけど、めっちゃ少ないんやけど、これ賞金でバナーアイコンと、あとエモートアイコン、あとスキンとかがもらえたと思うんだけど、なんとね、これが結構やばいわけが発生してて、なんとちゃんとね、エモートアイコンの方が配られてるんです。あ、これはもちろんもうバグってるんだけど、バナーアイコンももらったと思うんだけど、なんとね、配られたはずのバナーアイコンがね、なぜか消えるっていう。こんな感じ、このこっちも多分ないよね。こんな感じで、なんとね、もらったはずのバナーアイコンがなぜか消えるっていう不具合が発生してるらしい。ちゃんとないから。でしかもね、これアジアはちょっとわかんないんやけど、多分さっき見てもらった通り、アジアだったら240位に入った人がスキンもらえると思うよ。海外だったら1000何位とかで、ね、もらえるんだけど、なんとね、そのもらえる順位にちゃんといるのに、なぜかスキンが配布されないらしい今。これはアジア勢はもう配られた可能性やから、ちょっとその辺俺よくわかんないんだけど、なぜかね、海外だとキッドラロイさんのね、スキンが配られないっていうね、不具合も発生してるらしい。まあ多分そのうち無料で配布されると思うんだけど、けどキッドラロイさんの発売日が明日っていうのを考えるとちょっとかわいそうよな。先行でゲットできるはずだったから。まあ、そんな感じのね、不具合がね、発生してるらしいですね。まあ、スキンがゲットできなかったり、ゲットしたはずのアイテムが削除されたりする。